ブライトです。前回な、うん、イージスバイコーティングしたやん、うん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 、それの新作です。うん、たらーん、アルミ高級感で、ちょっとなんかシール剥がれとるけど、シールはちょっと剥がれとるけど、高級感あるやん。ある。すごい。なあ、うん、高級感ある。ちょっと感になって、うん、前回より使いやすなっとん。前回ほら青の。うんうん、入れ物で青の入れ物でまあちょっと持ってくるわ、うんうん、これ前回のやつやねんけど、うん、あの前回これでちょび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 こう塗っていた覚えてる覚えてるこれこれ、うん、なあ、うん、まあ遠先みんな結構使っとそうやな結構使ったな、うん、これなんやけど、うん、これよりも簡単になったスプレータイプ、うん、で、うん、ちゃちゃちゃっと説明読んだんやけど、うん、めっちゃ簡単これそうなん、うん、どう変わったのスプレータイプになりましたまずこれ、はい、水拭きやな、うん、あ今日これですんね、うん、このバイク、はい、でーこれはね前回、うん、マフラー変えたやつでもないの、うんうん、また戸崎の車両なんやけど、うん、ちょっとあのこれもまた、これはこれは D1 かなフォアかなよく分からへんけど、なんか、うん、みんな大変やん。みんな結構いろいろ持ってんな。予算持ってんな、みんな。なあ。ほ、うん、んで、綺麗な。とりあえず、水拭きで。はい。な、うん、水拭きします。うん、はい。水でちょっと濡らした。綺麗に。まあ、これ、もともと綺麗やけど、うん、コーティング剤やから。うん。でも持ち主にもちろん、うん、スーって言うてません、うん、勝手にしてます倉庫にあったから、うん、な、うん、これスーって言わんとしょるけど、うん、まあ下バレへんやろ、うん、なバレへんと思う多分バレへんと思うよしまあはいちょっと、うん、これ見なってや、うん、はい綺麗な今日綺麗けどやっぱ傷あるなほらあーほんまやなうっすらこんなか勝手に思いっきりしてるんだほら傷なくないよおー見えるうん見える、うん、あーほんまやほんまやあ傷なくなってきよう綺麗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 エリサもしたいえエリサのバイクもしたいはいこっちしようと思いますえ違う違うこれ簡単やもんほら拭き取んだけこんな感じや傷消えるなあ、うん、こううっすらのタオル傷とか、うん、地味な傷を消してくれるねこれはすごい消えるというかあれやろなこう光っても見えへんようになってまうんやろな、うん、艶艶やかになって、うん、なあ、うんなんですごいわこれ綺麗わめっちゃ綺麗めっちゃ綺麗なる、うん、なあ、うん、あ持ち主これ綺麗にしたいのか知らんねん、うん、知らんで、うん、やらさせたいのか綺麗にしたいのか分からへんすごい艶やかなる綺麗なあうんいやすごい綺麗なるやんすごい綺麗すごいやんこれ、うん、つやつやで輝きがうわおつやっとすごいな見てタンクとかうんめっちゃ綺麗で綺麗な透明感出てるでもこれ今画質綺麗やろうんじゃあ傷ない傷傷傷ないな綺麗なやはりここどこほらタオル傷あタオル傷あるかなあここどこほらわかるかないやわからない画像でほらこうやって消えへんうん、はい見えるかなこれ、うん、見えへんまあまあええわ、うん、見えへんでええよ、うん、ほら、うん、ほら、うん、あきれいつやつやえちょっとテンション上がってたから今がこれここに置いてあるやつ見なしてまううんいいよな、うん、だいぶ化石化しとくけどなあっちのゾーンそう、あのな、
これからこれちょっとあの、うん、レストアしよう思って。ビビー保安保安これ17年放置17年放置の保安やけど、ごっついもうエンジンがこれ、あー汚いけど、汚いな俺。ちょっと17年間放っとる、うん、はい、保安を。17年前の飲み物ってことかなこれ。そう、じわじわちょっとな、うん、あの復活させていきたいし、うん、これ、うん、これもこれで、うん、あの JKJR のホイールを、うん、ちょっとのセブンスター、ほらここにほこりかぶって置いてある。ほんまやほんまや。セブンスターを、うん、フロントは Z のセブンスターや、うんうん、で後ろはペケ JR のセブンスターに、これ今スーパーフォアの足回りやねんけど、うんうん、でスイングアームがペケ JR、うん、これをちょっとペケ JR のセブンスターに変えようと思って、うん、早い1年。そうやんな、1年ぐらい経つよな。でこれはエンジン開けてますそうね、うん、バイクやから、ね、あそうね、バイク屋みたいなことでしょ、うん、なあ、なんかすることたくさんあるんやな。うん、やけどこれめっちゃ綺麗なんな。綺麗なる、すごい綺麗。これいいじゃん、拭いた跡が全然違うなあ。カメラでも分かるで、これワックスみたいな感じかな、うん、ガラスコーティングやから、うん、あの膜を張ってくれるのかな。傷つけにくくなるってこと。そういうことやな、うん、表面が硬くなるちょいやような感じやな。これ自分のでやったらよかったえ、リサもほら後ろにあるからちょっと傷探してちょっとちゃちゃっとやってまう、うん、ちょっとなんかリサの方が多分ひどい。お、まず水拭きや、うん、もうこれ気づいとんの。そうだよな、最近ないろいろ当たりまくってるんやろな、石かなんか。傷見えやすい傷とかある、分からん、ある。いや探して、あカメラでは分かりにくいね。あ、これ見て、え明日のためにやり置いとるそう、明日バイク女子ツーリングすんねんのために、うん、ハンバーガー食べに行くの。ハンバーガー食べに行く、うん、ええー、だええー、な、羨ましい。女の子3人か4人やな。そう、はい、これちょっと、もう勝手にしろけど。どう？ちゃっと。お。これ、ま、前回のと違ってな。拭き取んだけというか、まあ塗んだけ、塗り込むだけみたいな感じ。だから、まあライトなんやろな。綺麗。ピカってった。なあ。うん。つややかや。つややか。かわいいリサのバイク。これえ何の動画撮るって言ったっけ。えコーティング、このコーティング剤やった。まあええんか、うん、なあ2台目行ってもええんか、うん、次僕のも行く、うん、なあもうなんやったら、うん、えこれ簡単やもん、めっちゃ簡単やな。つやんつやんやな。おここらへんほんまに簡単やな。ほら外ガサってるというか、わかる。おお見える？うん、まあ、これ画面で分かりにくい。分かりにくいな。だから Z も行く？あ、行こう。行っとこう。あとテール、うん、え、テールさん来たっけ？これは邪魔やね傘みたいじゃん。明日晴れるかなみたいな。まあまあまあある程度よ。よし行こう。おお雑っ、うん、外装もなもう塗って何年や、結構経つよな、うん、これほんまなんか艶やかやな。結構塗って経つから、うん、いやこれ色暗いからさ小傷とかめっちゃ目立つやろな。目立つな。よし、なんやえ、ないことはないよ。よし、やります。おー
綺麗。めっちゃ綺麗な。めっちゃ綺麗。え？めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗し、ええー、なこれ、うん。こっち方が前のより僕好きや。やりやすい。うん、なんか気軽にできる。気軽にできる。え？ちょっと時間あるわって時に、なあ。うわ。チャット水抜きして。つよつよ。ええわ。いい感じだわ。ピカピカ。鏡みたい。卵。卵。はい。え？え？食べたいの？お腹減った。卵。卵。え？ちゃう？うん。ちょっと卵ではないかな。ないか。あ、これやりやすいわ。ええわ。な。うん。エアブラシやからな。ごっつい綺麗な。エアブラシ。ほら、綺麗になってたぞ。うん、え、テカリがええわもう。なんかもう綺麗にしとっときってもう喋りもなくなるような。気のせい僕だけ。僕の吸っときはやっぱ真剣やな。人のやったらシャーやったけど。そうそうや。リサのなんか手拭いたか拭いてないか分からへんよ。邪魔やな、俺も。ピューピューぐらいやったけど。おっつい真剣にすんやん。当たり前よ。そうでしょ。え？うわぁ、綺麗わ。ほら、綺麗わ。綺麗。え？全体的に綺麗は来ないわ。タンクに映っとんの。あ、見て、レジンまだ全然 OK やな。うん、レジンめっちゃ綺麗な。なあ、うん、レジン強いな。ほら、ええ感じや。ピカリン。No、 まああんな感じでちょっとこれ見て、うん、この艶やかなみたいな。艶やんやんやん。なあ、うん、綺麗。めっちゃ綺麗だったな。うん、綺麗。持ち主にごめんっていうとこかなんか綺麗になってもらって。いや知らんで、置いとったら綺麗になっとったで。はい、ちょっと今回、うん、こっち方が僕前より好きや。うんうん、使い勝手が。そうやな、めっちゃええ。そうやな。なあ、うん、ほんでこう止めとける。お、考えられと。考えられと。お、考えられと。はい、今回ちょっと、うん、またこれ、うん、はい、紹介させてもらったんですけど、はい、こっち方がええで、こっち方がええで言うといた。ライト方が僕はめっちゃ使いやすいと思います。うんうん。で、仕上がりもほらツヤツヤやな。リサのもなんかごっつ光っとるもん。光ってったな。なあ、うん、光り方がええわ。ええわ、綺麗です、はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。じゃあね。